山川穂高さん、また決起集会 W。 フェスの言うおるやん。後ろの窓怖い。月あらば焼肉。これは滑ってない。パチンコ買ったんかな。暗そう。松剣おるやん。こんなんやってるくせに大谷見てかなわないとか言うなや。食ってばかりやん。 WBC で大谷とか吉田見て何も思わんかったのかこいつ。窓のやついない方が面白かったな。今回の WBC で株を下げたうちの一人。これどこの焼肉屋や。焼肉キングっぽい。ちょ、縁や。あの場面絶対三振かと思ってたけど、犠牲フライ打ってくれたから評価高い。大谷に会って刺激受けたのに、何も変わってねえのな。ブクブク太りそう。オフ会レーニングか。こいつこんなことやってるけど子供いる勝ち組いると笑えんし、滑ってるなって思う。